い、じゃあ初めて残地物整理をしてみてどういう感想ですか？今顔写してないから大丈夫だよ。思ったよりやれば進むんで、進んでくると楽しいですね。そうだよね。結構なんか結果がすぐ見えて楽しいよね。結果がすぐ見えるんで、本当に一個一日使っただけで結構見えて違うんで、だんだん楽しくなってくる。でしょ？ 最初の印象とどうですか？残地物整理に対して。最初の印象は、あれこれ本当に大丈夫かなってしか思わなかったですね。でも、もうやるしかないなっていう、それだけでした。やってみたら。やってみたらだんだん楽しくなってきましたね。でしょ、ほら、変態への入り口へ変ようこ態そ。への入り口、ちょっと足を踏み入れてしまいまし 足を踏み入れてしまいましたね。た。ということで、産地物撤去2日目でこんだけだもんね。あれ、2日目だよね、今。結構綺麗になったよね。OK。床の解体中です。ちょっと動画撮ってみた。こんな感じで折れます。ちょっと待って、シロアリちゃんかも。いや、違う。あ、シロアリちゃんでした。だね。で、なんか斜めに根太が入っていて止められてません。全然止められてません。お、根太の上に敷いてあった合板も全然止められてませんでした。まか不思議です。よいしょ。なんとなく古い根だと新しい根だがあって、新しい根だが止められてなくって斜めに適当に入ってるので、一回補修したのでしょうか。よいしょ。危ない、怖っ。ということが起きますね、ボロ戸建ては。ということで要注意です。多分根太全取っ換えだね、これ。根太全取っ換えでいこうと思います。見えない、床が。強いね。電気コードで。コードだから強いかも。いいじゃん、いいじゃん。お、危ない。危ないぞ。そっちは割れてる。気をつけて。気をつけて、ギーコギーコ。もう一回。こっちからね、入ってるはずなんだわ。
いね、いいね。おめでとうございます。という感じで撮っていきます。よし。おお、もううまいね。真ん中を切って上下に揺らして、あれ、なんかついてるの？なんだろうね。なんかがついてる。ここがついてた。上下に揺らして、少し離れたら。バールでクククッとやって、こっちから入ってるネジを引き抜きます。こんな感じ。いいじゃん。いいっすね。うん、すっきりしてきた、うん、いい感じ。全然もう全部こっからあそこまで全部つらいちいけそうだね。いけそうですね。うん、全部いけそうです。すごいやりがいのある作業になりそうですね。楽しくなってきちゃったでしょ、うん、もうよし。軽量鉄骨です。こんな感じで鉄骨があります。こんなのが乗ってます。なんでこう切ったんだろう。よし、よし。はい、どうしてここを抜くんですか。ここの洗面台のスペースが狭いので、うんうん、はい、シャンプードレスなんか置くとここに干渉してしまう、開かなくなっちゃう。はい、プラス開いたとしても狭すぎてちょっとここの使い勝手が悪すぎるので、はい、思い切って抜いちゃいます。はい、そうなんですね。おほー、いいね、広く見える。やっぱり全然違う。トイレがこの辺まであるので、ここまで壊したいです。明るい。大工仕事したことあんの？ナイス。すごい。じゃーん。おお、明るい。明るいっすね。広い。汚い。今日は結構進みました。よいしょ。
今日はここまでだね。ここまでですね。はい。広くなった。以上です。